はい、どうも、ユッキーです。今日はこちら、じゃん。ルートビア。A&W ルートビアという、商品を紹介しましょう。こちら、炭酸飲料。これはまあ、ドクターペッパーの、さらに、癖をむちゃくちゃ強くしたバージョンの炭酸水です。炭酸水ちゃうわ。あのね、コーラ系のやつ。原材料名が、高加糖液糖とカラメル色素と保存料、括弧、安息抗酸ナトリウムと香料と、乳化剤。で、容量が 355ml で、原産国が、アメリカです。で、この、商品は、ルートビアという名前なんですけど、ビールではないんです。で、こちらが値段150円で売ってましたんで、購入しました。こちら以前も俺飲んだことあるんですが、味はサロンパスの味です。サロンパスのような味。とんでもなく、簡単に言うと、ドクターペッパーを飲めない人間は確実に飲めないでしょう。だがしかし、こちら沖縄ではほぼほぼメジャーな、コカ・コーラよりかシェアが、多分高い。飲み物。なんです。俺が購入したのは上野の、アメ横のセンタービル、地下1階。カンピー。あ、これ氷入れるべきだな。甘い。で、俺なぜこれを買ったかっていうと、俺コーヒーとか、いや、カフェイン、過敏症っていう、まあ、簡単に言うとカフェインアレルギーですね。になってしまったんですよ。半年ぐらい前からね。まあ、それで、コカ・コーラは、コーヒーの10分の1ぐらいカフェイン入ってるんですけど、まあ、その量でも、ダメなんですね。だから、俺が大好きだったら、ドクターペッパーも飲めなくなっちゃって、まあ、ドクターペッパーも同じぐらい、カフェイン入ってるんで。で、こちら。カフェイン入ってないんですよ。というのとある、俺と同じくその、カフェイン過敏症の人のブログで、言われてて、あ、そうなんだって思って。で、まあ購入したんですね。で、コカ・コーラも、まあ、カフェインとか入ってるわけで、カフェインっていうのは、いわゆる依存症があるんですね。タバコと同じく。でも、久々に飲んだけど、あ、うまいなぁ。これ。前俺飲んだことあるんだ。ダッツルートビアっていうの。ルートビアにもいろいろ種類があるんですよ。まあ、ここにもあるんですけど、こちらが、クリームソーダ味。で、これが、黒松刺しっていう、知らん。これ韓国ちゃうな。台湾ですね。原産国台湾。で、ルートビアは基本的に沖縄では凄まじいほどメジャーで、この、A&W っていう会社が、おそらくルートビアの最初に作った。まあ、会社なんですよ。で、元はアメリカなんで、沖縄ではそのアメリカの基地があるでしょ。
だから、非常に、メジャーで、あ、でもだいぶマシだな、これ。前俺が初めて飲んだのはダッツルートビアってやつなんですけど、あっちはまさしくサロンパスのこれよか圧倒的に強い。うん。で、ウィキペディア先生でググりました。はい。ルートビアはアルコールを含まない炭酸飲料の一種。商品としてのルートビアは、アメリカ合衆国において19世紀中頃に生まれたとされる。バニラやサクナ、桜などの樹皮、リコリス、かっこ肝臓の一種と、一種の根と、サルサパン、パリラ、かっこユリ科の植物の根、ナツメグ、アニス、糖蜜などのブレンドにより作られる。使用原料やその配分は厳密に決まっておらず、銘柄によって様々なアレンジが施されている。で、歴史。18世紀、建国の頃の、米軍において、米国において、農場の所有者たちが家族の集いや社会的イベントのために自家醸造により低アルコール、過去 2% 程度のハーブ飲料を作ったのが始まりとされる。ここに薬剤師が加わり、鎮石消炎などの、薬効を期待したものなど、奇跡の薬を目指して調合、独自調合により改良が、加わられていったと。うん。商品として作られたルートビアは、1866年の5月の16日、チャールズ・エルマー・ハイヤーが開発したものが最初とされる。ハイヤーは1876年フィラデルフィアにおける建国100年祭の展示でハーブや木の根、スパイスなどのブレンドした紅茶に入れるための粉末を開発した。1893年にはハイヤーは瓶詰めの炭酸飲料としてルートビアを発売し始めた。で、現状、アメリカ合衆国において、ルートビアは、飲料市場においての 3% のシェアを持っており、市民にとって馴染み深い飲料であると言える。また、地ビールのように地域独自の、ジルートビアと呼ばれるものを数多く販売されている。それほど一般的ではないが、自家製ルートビアも作られている。関連商品としては、ルートビア味のキャンディーや、のど飴なども販売されている。また、ルートビアにアイスクリームを浮かべたルートビアフロート、過去別名、ブラックカウ、などのアレンジ飲料も、広く飲まれている。原材料。ジルートビアや、自家製ルートビアに使われる原材料としては、冒頭のものに加えて以下のようなものがある。スパイス類。オールスパイス、コリアンダー。ハーブ類。セイヨウネズ、過去ジュニパー。と、糖力樹、過去ウィンターグリーン。甘松、梅ガサソウ、ホップ、クローバー。で、木の皮など、カバの木、シナモン。あ、シナモンってあれ木の皮だったんだ。知らなかった。木の根など、生姜、タンポポ、リコリス、過去スペイン肝臓。
その他メープルシロップ、蜂蜜。ルートビア最大手の商品を客に提供する沖縄県のファーストフード店、A&W レストランでは、米国から送られてくるルートビア原液には10種類以上の薬草が含まれるとしており、主な原材料を公表している。ファーストフード店用、ルートビア原液の主な原材料、過去原文まま、立ち青い、肝臓、サッサフラス油、サルサの根のエキス、カランボラ、過去スターフルーツの別名、バニリン、ブドウ糖、カバーの木のエキス、桜の木のエキス、初頭。ちょっとこれまたこれちょっと。またまた。こっちは甘い。ものすごく甘い。コカ・コーラに比べると圧倒的に甘い。炭酸をね、氷を入れてちょっと薄めよう。冷やすと同時に薄めよう。まあ、コカ・コーラよか、ドクターペッパーの方が甘いんですよね。うん。この原液を各店内にて水で薄めてシロップと、炭酸を加えて、氷を浮かべ客に提供される。まあ基本的にあれだよね。マクドナルドとかもコカ・コーラ、まあ氷入ってますもんね。日本でのルートビア。日本においては、米国による長期にわたる占領の経験がある、沖縄県や、小笠原諸島ではよく飲まれるが、それ以外の地域では、輸入食料店、食品店や、沖縄地方の、商品を扱う専門店、物産店など、ごくわずか販売されるのみである。各地の米軍基地内の自販機には必ずと言っていいほど入っているため、施設開放イベントなどで入場できる機会がある際に入手することもできる。また近年では沖縄以外でも一部の酒店、スーパー、ディスカウント店などで輸入物の缶入りのルートビアの取り扱いが増えてきている。なお、日本で最初に輸入したのは、松下であり、同時にルートビアの自販機も輸入した。なお、日本でも、昭和38年の6月に山崎製パン株式会社が、ダッズの、権利を取得しており、リターナブル瓶過去 207ml で、国内生産販売されたが、1970年代には終売となった。当時の瓶はカタカナ表記が、ダッズルートビアとなっていた。沖縄では特に A&W レストラン、かっこ、現地の通称はエンダー、ではおかわり自由で、提供され、その独特の香りを、飲むサロンパスなどと呼ばれることのあるものの、人気は高い。これはですね、
ドクターペッパーも、中毒症状があるんですよ。まあ、事実。まあ、俺もドクターペッパーマニアだったんで、マジで、ただね、俺4年間、大阪で住んでたことがあったんですけど、ドクターペッパーは、売ってません。ほぼ売ってません。っていうか、もうほぼほぼ売ってないです。東京だとね、ドクターペッパーはかなりメジャーで、そこら辺のスーパーで、普通に 500cc のやつ、ペットボトルのやつが、ほぼ 100% 売ってます。ただ、関西ではほとんど売られてない。新潟にいた頃も、普通に売られてたんですけど、関西がほぼなかったです。で、ルートビアの仲間。東南アジアではルートビアと同じ、サルサパリラを原料とする台湾の、穀物サシ。これです。ね。これが主流で、故障もサルサパリラや、サーシ、サルシと呼ばれる。台湾でも、サースと呼ばれる。このサシがサースと呼ぶらしい。ルートビアよりも早い、1886年に発売されたコーラは、もともとは植物のコーラの実を使用したものであり、1885年に発売されたドクターペッパーと共に初期の手作り時代のルートビアから開発されたもので、広い意味ではルートビアの仲間である。あ、なるほどね。だから、ドクターペッパーの1年後に、コーラが、開発され、まあ、販売された。だから、ドクターペッパー1885年で、この、ルートビアが、さっき書いてあったんですけど、商品として作られたルートビアは1866年の5月の16日、に開発したものが最初とされる。だから1866年なんで、まあこっちの方がまあ歴史というかまああれはある。まあ歴史っていうか炭酸飲料じゃないんですけどね、その頃はね。で、結局この炭酸飲料が発売されたのが1893年。瓶詰めの炭酸飲料としてルートビアを販売した。まあ、あくまで試作品的な感じですけど、それをもとにまあ作られたっていうことな、みたいですよ。で、ルートビアの名称。あ、銘柄です。A&W, Dad's, Here's, Not Your Father's, Iris, Mug, Shasta, Barks, 株式会社ミリオン、沖縄バヤリーズ、過去現在は、クリームソーダのみ製造。アシュ、過去高級飲料、サシ、過去中国、となってます。で、サーシが、黒松サーシ、これ、と、読めない。なんとか、カントカーサシキスイ過去中国
サシとサーシが違いますね。漢字が、サの部分はこのサなんですけど、シが、これは騎士のシなんですけど、これではなく、いわゆる、示すという漢字の、シとなってます。だからまあ別物ってことですね。まあ中国で作られているやつ。その他、アメリカではポピュラーな飲料であるため、様々なフィクションの世界でも登場することがある。有名な例としては、漫画、ピーナッツに登場するスヌーピーや、テレビドラマの X ファイルの主人公、フォックス・ウィリアム・モルダー、捜査官の好物として知られている。はい。テレビドラマ、刑事コロンボの第2話、死者の身の代金の終盤でコロンボが、空港のカフェでルートビアを、注文する場面があるが、吹き替え版では日本国内でルートビアが馴染みがないためか、グレープジュースに置き換わっている。刑事コロンボは本当に僕も、ぶっちゃけ好きって言っても、俺1話しか見たことないんだけど、まあ、あれですね。古畑任三郎と同じ、手法。で、まあ、推理ドラマなんですけど、同じ。最初に犯人がもう分かってるんですよ。もう、いわゆる、コナンとかだと、こう、黒幕になってて、黒くて誰だか分かんないっていう状態になってるでしょ。だけど、もう完全にもう、顔もわかるし、もう名前もわかって、もう、まず殺人を行う、犯人の顔が、もう視聴者が、もう、まず最初にわかるんです。その後に、で、古畑任三郎が出てきて、で、それでこう、どんどん追い詰めてって、逮捕。だから、刑事コロンボを元にしてる。で、小説、微熱少年で、主人公の少年が、注文するシーンがある。そして、ウィキペディアの最後の方に、ルートビアーズカフェ。というサイトへの転載がありますが、まあこれは沖縄のまあファーストフード店でしょうね。ちゃんとこのマグカップ、これのマークが A&W って書いてある、そのマグカップちゃう、ジョッキですね。あなたはルートビアご存知ですか？飲んだことありますか？よかったらちょっとここで一息入れませんか？アメリカの大自然のエッセンス、忘れられない美味しさがここにあります。きっとあなたも虜になってしまうでしょう。ここはルートビアファンの集う、ルートビアーズカフェ。ルートビアを愛してやまない人たちのことを、ルーターズと呼ぶ。という事実はありません。念のため。ないんかい。ということです。で、ここにいろいろ書いてあるんですよ。飲める店とか、沖縄の飲める店、沖縄では飲める店、沖縄以外で飲める店とか、いろいろ書いてありますね。はい。うん。まあ、ここら辺は各々、ググってください。そして、俺がこのルートビアの買える店っていうのがここにある。書いてあるんですけど。そうですね。有名なんだと、成城成城石の新宿駅とかにある。まあ、成城石。他だと、アメ横、俺が買ったのここですね。金沢輸入食料品店、過去アメ横の地下です、多分。
まあ、地下ですね。うん。アメ横のね、地下、アメ横の、アメ横センタービルっていうところがあるんですよ。上野のね、アメ横の。のセンタービルの地下1階に、俺これ買いました。これ。買いました。まあ、他にもいろいろバーって書いてあるんですけど、一番、おそらく皆さんが知ってる、メジャーでなおかつ、多分結構かなりどこでもあるような、ので言ったら、ドンキホーテ。うん。おそらくドンキホーテには、売ってます。まあ、ある店とない店あるんですけど、まあ、ドンキホーテが一番まあ、うん。まあ一番まあメジャーかなと。で、その他、まあ普通にインターネット、アマゾンとか、でも普通に買えますんで。うん。ただ、俺最初に買ったのはそのダッズルートビアっていう、ダッズルートビアってこれがね、全く違う。青色の缶のやつ。の初めて飲んだんですけど、まあ、かなり癖が強すぎて、これよく圧倒的に癖強いですね。甘い。甘さも、それ、これよかったら上です。だから、ワンケースで俺を買ってあったんですけど、かなり、飲むのに、まあ、苦労しました。うん。だから、できることならば、一缶買ってっていう、買える、まあ、ところで買った方が、まあ、いいんじゃないかなと。うん。お試しでね。でも、ドクターペッパーも同じく、そういう感じなんですよ、結局。嫌いな人は確かに嫌いなんだけど、でも実際一本飲んだ後に、まずかった、最初まずかったんだけど、あれ?みたいな。あれ?なんか飲みたくなってきた。的な。少なくとも忘れることはできないレベルの味。なので、このルートビアは。ドクターペッパーの2倍、3倍ぐらいの、スーパー癖が強いんで、上級者向けです。そういうのってあるじゃないですか。まあ、タバコで、今これタバコ吸ってますけど。タバコでも、俺が、まあ、有名なんだと、ガラム。インドネシアのね、ガラムっていうタバコ。あれも最初一箱買って吸ったら、うわ、まずー、みたいな。でもなんかこう、心にこう残ってくるよな。いうような感じです。ちなみに Amazon で見てみますと、24本入り、355cc、これですね。これが24本入りで、値段が3240円。で、他にも、おそらくお試しセット的な感じで、6缶。これが6個入ってて、値段が、840円プラス、配送料が、500円なので、まあ、1300円ぐらいか。うん。やっぱ高い。まあ高いんだけど、うん。まあかなり癖強いですからね。仕方ないかなと。
で、あとは、半ケース、12本入りで、1555円。これが多分一番いいっすね。アマゾンで、ね、これが、12本入りで、1555円と書いてありますね。これが多分一番、まあ、オンラインショップでちょっとおすすめするのはこれですかね。うん。一応、プライム会員だけだと思うんですけど、僕はプライム会員なんで、まあ、はい。そうです。だからなかったらもう、そうですね、ヤフオクか、メルカリか。もしくは、ドンキホーテか。もしくは、さっき言った上野の、センター、アメ横センタービル。で、買うことをお勧めします。さらに言うと、これなんで俺は買ったかというと、これカフェインが入ってないから。コーラも、コカ・コーラも、ドクターペッパーも、あとほら、ペプシも、カフェイン入ってるんですよ。だけど、これはノンカフェイン。なんで、そうっすね。本当はドクターペッパー飲みながらタバコ吸うとすげえうまいんすよ。俺は。だけどドクターペッパー飲めなくなっちゃったんで、まあ、このルートビア。で、紹介されてて、そのね、うん。ブログで。って感じでしょうかね。まあまあまあ、皆さん。少なくともドクターペッパーが大好きっていう人はこれ飲んでも多分、美味しいと思うかな、わかんない。わかんないっすけど、まあそうだな、まずいっていう人は絶対まあまずいって言うんですけど、ただ、一本飲んだだけでまずいかっつって、まあ最初まずいんですよ、絶対。でもね、だんだんね、飲みたくなってくるというか、そんな感じはあります。うん。だから、まあ、俺は個人的には非常におすすめ。うん。ね。5つ星、ご視聴ありがとうございました。